リスターさんで株だけなのやって。僕株だけでもう18年。FX も仮想通貨もうやんないですね。まあちょっとだけ触ったこととかあるんですけど、18年間ずっと株だけで。やんないですね。結局似てても、似てるように見えても、やっぱ僕的に別物なんですよね。FX、株、仮想通貨って。だから結局株のやつがちょっとぼやけるというか、頭の切り替えがすごい難しかったり、時間の切り替えが難しかったりするんで、僕は株だけ、株だけっすね。あ、でもそれがいいよね。そうですよね。フレさん、FX とかまでやってたらやばいもんね。なんかやるんですか、その3つのうち。僕は何もやってないです、今。ベンチャー投資しかやってないですよ。確かに、まあ、やる必要がないか。やる必要がないんじゃなくて、うん、ベンチャー投資以外やると、うん、まああんまいいことないよね。やっぱ張り付いてなきゃいけないからさ。やってた時もあるんですか？ないですね。ないっていうか、FX はほら、ライブドアの時はほら、会社でやってたから、事業として。はい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 、はい。だからポジション持ってましたね。確かに確かに確かに。やっぱ一応試さないと、ネット証券とかネット FX とか。その時も、堀江さんが買う、売るって指示出してたんですか？だってネットで。アプリでやるから自分の自己資金じゃなく自己資金でパソコンで売るっていう、自分で触ってみないとさ、実際使って文句を言うみたいな。でもだいぶ前ですよね。もうなんか2006年とかだから230円ぐらいまでいったのかな。持っていったから250円ぐらいまでいったかもしれない。今度ずっと買って、はい、金利差利用してどんどん儲けてた。堀江さんのロットってどれぐらいのロットでやるんですか？小座にいくらぐらい入れたんですか？全然レバーを効かせるから、はいはいはい、FX はレバーだから、はいはい、当時200倍ぐらいまでできたから、はいはい、ああ、ありましたね。これポンドで200倍のレバーで1億円ぐらい入れてたんじゃないか。年間10億円ぐらい利益出たことあります、ね。ええー、マジっすか。うん。でもその後リーマンショックで大損こいた。ちゃんとそういうのやってるんですね。そういうのは一番自分でやってるんですよ。リーマンにベンチャー投資するのは適格機関投資家じゃないと無理なのか。いやいや、知り合いじゃないと無理ですよ。かかってる会社が、うん、ファンディーノみたいなのを利用してやったりとかしてます。今ベンチャー投資は何社ぐらいとかって言えるんですか？50社以上やってるんじゃない。そうなんすね、うん、じゃあ興味が出たらとりあえず投資してみるみたいな感じなんですか？いや、ちゃんと一個一個調べて、まあ、いいやつ、はいはいはい、うん、良さそうだなと。うちでオンラインサロンとかやってるからね。うん、オンラインサロンのメンバーがいろいろ事業立ち上げたりとかどうやってするんじゃなくて、儲けた金どうすんの？僕も言ったら終わりないんですよね。その毎年買ってて、ね、うん、別に生活はできるじゃないですか。何十億とかなってるんで、うん、だからといって別にやめたいとも思わないから、まあ、やってるんですけどね。為替のシステムは誰が作ったのですか？普通にうちの会社で作ってたんだよ。ああ、そういうことですね。そうそうそう。そもそものってことじゃないんですね。そう。そうですね。ウルフ村田さんと仲悪いんですか？村田さんってなんか結構香ばしいことしか言ってるのかな。昔はね、なんか別に普通の人だったんですけど、まあ、うん、ある時からその香ばしい系に行っちゃったんで、そこから僕は交流がないんですけど、うん、夜中にね、酔っ払ってね、なんか急になんか悪口言ってきたりするんですよね。そんな仲いいの？いや、仲良くないんですよ。だって何年も交流してないし、でも夜中に悪口言って朝消えてるんですよ。あの朝必ず消してるんですよ。だからなんか一回なんかイラまで言ってないですけど、夜中になんかまた書いてるからちょっと反撃したら、なんかそれでまあ多分みんながあの喧嘩してるっていう。例えばさ、はい、リスタさんってさ、ワールドカップの日本の結果こうなりそうだから、アベマ TV 良くなりそうだからサイバーエージェント買うとか、そういうのやるの？まあ、今回はやってないですけど、うん、そういうのはあのやります。逆にみんなが勝つと思ってたら逆に空売りしたりとか。うちのロケットの会社に投資する気はありますからって。あの、いつでも OK です、はい、お待ちしております。最終目標は何なんですか？宇宙は広いから、はい、最終とかないんですよ。ないですね。宇宙の広さなんで。今やってることは何なんですか？地球の外に行くロケットを作ってます。それができましたってなったら次は何するんですか？うん、もっと遠くに行く。ああ、じゃあその距離をどんどん遠くに行きたいっていうこと。まあ、距離っていうか、行きたいというよりは行くようなインフラを作る。堀江さん自身が宇宙行きたいって思ってるんですか？やっぱり。俺はどうでもいい。30代です。頑張って6000万円貯めました。早い。6000万円貯めるって相当だよね。うん、確かに。何で貯めたか、仕事でなかなか貯まんないですよ、ね。仕事で6000万円貯めるとか無理。いやいや、俺さんできるでしょ。いや、俺は絶対使っちゃうから。仕事だったら、ね、貯めましたって書いてあるんだから、はい、貯金をしましたって。そうですね。コツコツと30代でっていうことは、もう多分20年近く働いて、十何年働いて、ずっと貯金してきたんでしょうね。うん、井村さん、井村さんって何なの？ああ。井村さん、井村さんって。井村さんっていう投資家がいるんですよね。投資家の方がいて。うん、でその方はもう一点集中タイプなんですよ、うん、一点集中タイプなんで、うん、大量保有報告書とかあるじゃないですか。5%以上あったら、
だ今回もそれを あるとある銘柄を買って、でそれがもういきなり 7% 出て、で次の日 9% になって、次の日 12% になってみたいな、でそれがこう直近で起こってるから、みんなが今相場市場が注目してるって、個人で一人でいきなり 12% とか買っちゃったんで、しかもそれまだまだ買ってるみたいな感じで株価はわーってなってるんで、それでもさ売れなくなっちゃうじゃん。いやそうなんですよ。だから出口がどうなの、でもその方法でずっと増やしてきた人なんで、でもまあ多分何十億かなってるんで、何かしら彼には多分出口があって、で今までもその大量保有出してもやっぱりちゃんと上がっていって、その半年とか1年持ってちゃんと売ってるんですよね。短期で値上がりをなんか提灯つけて売るとかじゃなくて、ちゃんとその業績が後々ちゃんとついていってくるってみたいな。そういう注目株とか言ったりするんですか、テスタさんは。僕は言わないです。言ったら動いちゃうんで。はい。あ、なんか言う人いません？言う人はいますね。言う人はそうですね。うん、あんま良くないですね。だその線引きもないから難しいんですよね。あれ言っちゃいけないでしょ、本当は。基本的には言って株価が動くようになったら、そこからは言わない自主規制みたいな世界なんで、うん、だからそれもまあ言ったら法律もないから難しいとこなんですけど、うん、だってさ、俺言ったらさ、うん、絶対上がりそうじゃん。そうですね、堀江さんがこの株持ってるとか、この株いいよって言ったらもう終わりですよ。もうそれはもう次の日ビャーっていっちゃうんで、やっぱりお金がかかってる世界なんで、それを利用してやろうっていう人たちはやっぱ耐えないですよね。なんか株が操縦になっちゃうと思うんだよね。あ、そうなんですよ。井村さんは大量保有報告書なんで、それはもう仕方ないじゃないですか、法的に出ないといけない、うん、それは全然いいと思うんですけど、それじゃないやつはねちょっと難しいですね。昔俺もモナコインって言ったらモナコイン上がったけど、うん、俺買ってないけど、うん、馬娘の話はしたことあるけどね。自分が持ってなかったら全然いいんじゃないですか、それは。自分が持ってて言って上がったとこで売って初めてダメなんじゃないですかね。僕一個聞きたいことあったんですけど、はいはいはい、堀江さんって名刺って持ってます？持ってないことはないんだけど、もう基本配らない。でしょ。あれいつまでいるんですかね。僕もないんですよ。でも証券会社系とか多いじゃないですか、僕で行ったらもうむちゃくちゃやっぱみんな名刺くれるんですよ。うん、でも俺はもう名刺はとにかくもうあげないって聞いた、うんうんうん、めんどくさいんで。もらうは一応もらうんですね。見返さないですよね。名刺いらないですよね。もう名刺やめたらいいのに。誰が必要だと思ってんですかね。儀式でしょ。だって名刺交換をしなきゃいけないっていうふうにみんな言うもん。ハンコはなんかでも電子化になりつつあるんですかね。今もう SNS で交換するらしいですもんね。インスタでみんな連絡先。あのアメリカとかだとリンクドインっていうのがあって、うん、はい、リンクドインですよね、みんな。ビジネス用の SNS で。なるほどなるほど、うん、ね。どういう会社にいたのかとか全部わかるから。ほら、やっぱみんなやっぱり名刺いらないって言ってますもんね。誰もいらないですよ。エミン・ユルマズさんの日経30万はあり得ると思いますか？あとドル円の長期的な展望を教えてください。エコノミストみたいな人がいて、まあ、有名な方なんですけど、日経30万円はさすがにまあいつか100年後とかあるんじゃないですか